了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなった。ポコ、敵の分析は？はい、今終わったところです。はい、メインモニターに出します。確認されている敵は3種類だ。まずはこの船だ。質量、速力から見て巡洋艦タイプといったところだ。攻撃力と速度を兼ね備えているようだ。油断するなよ。次はこの小型艦だ。こっちの船は機動力を重視した駆逐艦タイプだ。最後にこの小型機、配艦攻撃能力を重視した攻撃機のようだ。おそらくエルシオールを狙ってくるだろう。こいつらの動きには注意が必要だな。とりあえず今分かっていることは以上だ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。みんな、今からバルファスクとの本当の戦いが始まる。それはきっと今までのどの戦いよりも厳しくなることと思う。けど俺たちは負けられない。トランスバールとバルファスクからの解放を待つエデンのために。ミント、そのさっきは。タクトさん、おしゃべりをしている余裕があるんですの？私のことでしたらご心配なく。うん、それじゃあ作戦開始だ。目標を確認、移動を開始します。宣戦布告してきましたね。これからが本番です。さあ行くわよ。やっつけちゃうから。一番機攻撃を受けました。でもまだまだ元気です。攻撃。あら、タクトさん、こちらをご覧になっているのですか。まず、あ、当たった。今日は調子いいな。そんなに心配なさらなくても、私失敗などいたしませんわ。よし、かわした。見た？今のは聞いたようです。私の華麗な舞を。やりました、タクトさん。命中です。この調子で頑張ります。わかったわ、タクト。そんな攻撃でシャープシューターが出られると思ったんですか。攻撃目標を確認しました。敵さん、トリプルスター、参りましたか。望むところさ。よっしゃ、任せときな。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。
今のうちに直してすぐ復帰したいの。よ、ような私は調子がいいんだ。タクトは見てるだけでいいよ。攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたね。もうしすぎたわね。機体強度がかなり低下してる。わかったわ、タクト。もう本当に限界。このままじゃ戦えなくなるわ。攻撃命中でかわされました。もう一回チャレンジします。ありませんけど。言われなくても分かってるわ。攻撃が外れなかった。まあたまにはありますわね。この距離で外すなんて。でも今度こそやりました。敵を倒しましたよ。目標の沈黙を確認。ひとまず命拾いしましたわ。了解しました。やった、命中した。次も頼むぞ。了解です、タクトさん。オッケー、任せといて。よし、当たった。絶好調だね。今のはヒヤッとしたね。よく耐えた、ハッピートリガー。3番機了解ですわ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。ついに宣戦布告ってわけね。受けて立ってやろうじゃない。アンダークロー発射準備 OK。 タクト、ドイツを狙えばいい。 OK、 任せといて。当たるものですか。アンスバーグ進行艦隊ですって。冗談じゃないわよ。トリックマスター、やったわよ。攻撃に成功いたしました。敵を撃ち落としたわ。よし、命中。見てたかい、タクト。男女の中ってなんでこうも難しいのかしら。やりました。敵に直撃です。ほう、あの攻撃をかわすか。ちっとは楽しめそうだね。行動を開始します。分かったわ、タクト。ラッキースター、攻撃を回避しました。攻撃に成功したよ。5番機敵が止まって見えるね。機体強度大幅に低下。攻撃に成功しました。あの攻撃をかわしたなんて。シャレになんないよ。忠実。命中です。敵を発見しました。私にお任せください。命中です。この調子で。機体強度がやばいかな。うん、まだいけるわ。よし、命中。見てたかい、タクト。こんなに撃ってもかわされるなんて自信なくしちゃいますわ。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたのに。目標を捉えた。バルファスすぐに撃ち落としてあげるよ。負けません。あ、当たった。今日は調子いいな。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ。機動力が回避されちゃいました。チャンスだったのに。よし、燃えてきた。タクト、派手にやらせてくれ。よし、来た、タクト。攻撃、いけません。戦いに集中しなくては。
了解、あんたを信じるよ。攻撃に成功しました。こんなにあっても壊されるなんて、自信なくしちゃいますわ。今度のやつ、どういうのって。ネフューリアよりは年に見えるね。攻撃を回避されましたよ。チャンスでしたのに。タクトさん、こんなにあっても壊されるなんて、自信なくしちゃいますわ。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。はい、了解しました。了解。タクトさん、私は二人っきりで、まだまだです。敵の攻撃も大したことないわね。簡単に受けちゃったわ。この戦いが終わったらちゃんと謝っておくんだよ。しまった、まともに食らったか。俺が船が持たないぞ。やりました、敵を倒しましたよ。攻撃を回避しました。壊されました。もう一回チャレンジします。まあ犬も食わないなんとやらなんだろうけどさ、仲直りするんだよ。はい、タクトさん。わかったわ、タクト。しまった、了解しました。攻撃を食らったな。マックスに到達。フライヤー前期スタンバイ。3番機了解ですわ。目標発見、これより攻撃に向かう。よし、来た、タクト。痛いですわね、もう。了解です、タクトさん。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。長きりゃいいってもんでもないさ。なぜか少し怖いですわ。しっかりしなくては。よし、復活。これでもう怖いものなしよ。よし、命中。回復しました。見てた、開拓と。ありがとうございます。助かりました。じゃあまた行ってきます。よし、当たった。トランスバールに進行、私たちがいる限りありえないね。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。この程度の連中、私だけでも大丈夫さ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。外した。この程度の連中、私だけでも大丈夫さ。攻撃回避されました。攻撃め、こんなに打ってもかわされるなんて、自信なくしちゃいますわ。今回の戦いは私少しはお役に立てそうです。敵の攻撃回避できましたわ。危ないところでした。よし、来た、タクト。目標を捉えた。すぐに撃ち落としてあげるよ。命中ですわ。攻撃を回避されましたわ。チャンスでした。タクト、私ばっかり見てて大丈夫なのかい。うわ、被弾した。ダメージはレーダーに反応あり。行ってまいりますわ。タクトさん、命中しました。この距離で外すなんて。でも今度こそ。攻撃命中ですわ。威力充実、タクトさん、チャンスです。
敵を確認。1番機ハイパーキャノン撃ちます。攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。この調子はエンジェル隊の一員。ガーディアンの発射準備整いました。どんな時だって戦わなくては。攻撃が外れました。攻撃します。申し訳ありません。そろそろ危険だ。船を下がらせた方がいい。こんなに撃ってもかわされるなんて自信なくしちゃいますわ。トリックマスター、攻撃を回避いたしました。敵艦隊すべて沈黙。周囲に敵影ありません。はあ、どうにか勝てたか。よし、作戦終了だ。みんなお疲れ様。ああ、紋章機が全て本調子だったとしても楽にはいかなかったろうな。そんな。どうした？ドライブアウト反応確認。敵第二陣来ます。そんなバカな。先ほどとほぼ同等。いえ、それ以上に熱い陣容です。どうなってるんだい、タクト。先ほどはあくまでも様子見だったということでしょうか。うん、そんなのずるいです。敵艦より通信です。キクンらの戦いぶり驚嘆に値する。我が戦うに足る敵手と認め、お相手しよう。貴君らの優先を期待する。今度は司令官自らがお相手ってわけ。バルファスクにしちゃ律儀じゃない。どうするタクト。失礼します。何やっている。戦闘中だぞ。民間人は部屋に戻るんだ。申し訳ありません。データの整理にいささか手間取りました。これを。なんだそれは。エデンを脱出する際ライブラリーで収集してきた整形データです。少しはお役に立てると思います。はい、ご覧ください。これは周辺宙域の詳細なデータです。この辺りからエデン本星までの宙域を網羅しています。ご覧のようにこの宙域には様々な通路が存在します。そのあたりをうまくつけば有利にことを運べると思うのですが。敵の総司令官はロウィル将軍では。知っているのか。幾多の戦いで功績を挙げ、ゲルンの信任も厚いバルファスクのナンバー2と言われる人物です。エデン侵攻の際に優れた指揮能力と冷徹な作戦で数多くの聖剣を攻め落としたと聞き及んでいます。なるほど、トランスバール攻略を任されるだけのことはあるというわけか。こいつは苦労しそうだな。さあ、そうとも限りません。クロノクエイクを利用して破竹の勢いで侵略を成功させてきたバルファスクにはそれゆえのおごりがあります。
自分たちより優れた種族などいない。エデンの前世紀より退化したトランスバールの人間など物の数ではないとね。ロウィル将軍はそのバルファスク特有の傾向がさらに強いとか。そのあたりにつけ入る隙がありそうだな。いつもの悪知恵が働き始めたか。そうか、機関と他の部隊を引き離したところを背後から叩くというわけだな。逃げるふりだろうが、まったく、司令官ならもう少し言い方を考えろ。初めて見た星系図からこの短時間で。なるほど、これがタクトマイラーズ。アルモ、進路変更だ。それとエンジェル隊を回収、修理を急がせろ。了解。あと簡単ではありますが、バルファスクの艦隊データもあります。どうぞお役立てください。本当か、そいつは助かる。ココ、敵艦すべてのデータを登録するんだ。了解。そのお言葉は勝利してからいただきます。勝てますか、タクトマイヤーズ氏。連戦によりエンジェル隊の皆さんも紋章機戦力が消耗しているはずです。この些細なデータだけでは難しいと思います。だが的を射ている。どうするつもりだ、タクト。え？ま、そんなこったろうと思ったよ。本当にそれだけですか？確かに作戦は決まりましたが、他に何か必勝の策でも。一つきりの必勝の策、それは一体。了解、どうぞ。なんとかしてください。ご命令を。最後まで戦い抜きます。タクトさん、そうかもしれませんけど。当たり前よ、決まってるじゃない。そうなのですか。でしたら。言ってくれるじゃないの。タクトさん。
わかりましたわ、タクトさん。こうして離れているのに、今私は、あなたの心を感じます。タクトさんを、信じます。ミルフィーさん、ランファさん、フォルテさん、バニラさん、チトセさん。申し訳ありませんが、皆さんの出番は多分ありませんわ。すべて私が片付けます。わーい、いつものミントだ。言ってくれるじゃないの。いつまでもエースの座を明け渡しておくと思ったら大間違いだよ。ではフォローに回ります。負けません。全紋章機の出力急上昇。これなら全機戦います。タクトさん、もしやあなたが言う必勝の策というのは。